はい、どうも、みなずきでございます。みなずきの日本探訪記、今日も更新してまいりますね。今日ね、土曜日でございます。今日寒かったっすね。なんかものすごい寒気かなんかが来てるんですよね。明日も明後日も、まあこの寒さが続くんですかね。まあもしかすると今年はね、クリスマス雪降るかもしれないですね。いや、まあ天気予報とか見てないんでね、本当に降るかどうかは知りませんけど、まあものすごく適当に言っておりますがね、今年のクリスマスは金曜日ですもんね。え、クリスマスイブか、イブが金曜日、クリスマスは土曜日という、なんかね、いろいろとおあつらい向きな、まあ、日程ではございますがね、今年はそんな感じでございますね。皆さんどうですかね、今日のお休みはね、まあお休みだった人は大掃除とかしてましたかね、できましたかね。私はね、あのカーテンを取り替えてね、新しいものにしました。で、こうやってね、来年を着実に迎えていこうかなと。あとね、ブックオフに本を7箱分売っ払いましてね、少し綺麗にしましたね。着実にいろんなものを捨てて、いろんなものを入れ替えて、まあね、来年も今年もね、幸福を、福の神を笑いながらね、受け入れていきたいなと思っております。このチャンネルは、こんな感じでね、雑談もしつつ、日本のいろんな魅力を発信していきたいなと思っておりますので、皆さん高評価、いいね、ね、チャンネル登録よろしくお願いします。つまんなかったら低評価全然入れちゃってください。それはね、私も励みになりますから。はい、そんな感じで今日もよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、まただいぶ変わりまして、今日は九州の大分にある宇佐神宮のお話をしようかなと思ってます。まあこの地図ね、なかなかいろんな情報を入れておりますが、九州のね、この辺りって結構ね、見るべきものが多くてですね、それぞれ見どころを入れております。例えば中津だと唐揚げですね、ね、有名ですよね。で、国東半島、国の東と書いて国東半島なんですけど、まあ、ここね、今ね、神代文字のね、日本語とは違うなんか文字の彫られた岩があるとかね。で、その対岸である姫島はね、これ、黒曜石の産地なんですね。日本にはいくつか黒曜石の産地があるんですけど、その多い、まあ、産地のうちの一つが、この姫島です。で、南の方もね、機関車、日本一の高さの吊り橋やら、温泉、へつぎ川、古戦場跡とか、佐多岬とかね、いろいろあったんですけど、もうね、この佐多岬って四国なんですよ。なんで、結構ね、もう、一番幅が狭くなってるとこはここなんですよね。というところでね、結構ここら辺、面白いもんがたくさんあります。そしてやっぱ昔からのね、歴史がありまして、この宇佐神宮なんですが、もう600何年もう、まあ、要は、記録が捉えられ始めてから、もうすでにある神社でございます。お祭りしている神様は、八幡神。八幡の神様。八幡神社って日本各地いろんなところにあるじゃないですか。八幡様ですね。八幡宮とかね、八幡様。なのを、総元締めがこの宇佐神宮です。はい。で、神宮というくらいなので、祀ってる神様は、実はこれ天皇陛下です。宇佐神宮の天、祀らしてるのは、八幡神とは言いつつも、その八幡神は誰かというと、ちょっとお待ちくださいね。第15代の応仁天皇ですね。仁徳天皇の一代前の天皇でございます。まあ何やったかっていうのはね、まあいろいろとあるので、まあそこら辺の話は、ウィキペディアとかね、見てもらえればな。まあ、あんまあそこにね、興味を示す人はあんまりいないと思うので、まあ、とりあえず、祀られてる神様は、天皇陛下でございますと。で、日本全国の、八幡様の総元締めがここだということを、まあ、覚えておいてもらえればいいかなと。まあ、別に覚える必要もないですけどね。はい。で、この神社なんですが、まあ、歴史的にたびたび出てくる神社でございまして。はい。一番有名なのが、道教というね、人、坊さんがね、天皇陛下になろうとして、いろいろと悪さをするんですけど、やっぱ道教のお話が一番有名かなと思いまして。はい。道教というのがですね、
時の天皇陛下の、まあ、愛人に、まあ、なるんですね。あの、女性が天皇になることもありますので、で、そこといい仲になりまして、まあ、同居はちょっと悪い気運ね、心を起こしまして、まあ、天皇になろうとね、天皇陛下になろうと画策をした事件がございました。で、天皇陛下になるには、まあ、新宅がいるみたいなんですよね。で、その新宅を毎回出してたのが、この宇佐神宮で。で、その、新宅を受け取りに行きなさいと。和家のなんとかっていうね、和家氏の人が、行くんですけど、まあ、その人病弱でしてね、長旅耐えられないということで、その弟の和家の清麿という方が派遣されますと。で、和家の清麿、この宇佐神宮に来るんですけど、なんかどうもね、巫女さんの様子がおかしいと。うん。この人以外でやれっつってもね、やりませんみたいな話になって、ん？これはおかしいぞというところで探りを入れたら、まあなんかどうもね、その、まあ、裏で花と、まあ、取引かなんかがあって、まあ、同居を、まあ、天皇しなさいね、みたいな密約がどうもされてたらしい、ということがわかりまして。で、それを持ち帰ったわけの清麿は、まあ、こんなことありましたぜ、つって言うんですね。で、まあ、結局、わけの清麿という人は、まあ、その時の天皇陛下、まあ、女性のね、天皇陛下に、まあ、嫌われまして、左遷されてしまいますと。わけの北生麿という、みたいなね。そんな名前変えるみたいなね。みたいな。そんな、なんか子供じみたことすんのみたいなさ。まあ、名を汚すって、まあ、当時はものすごく、まあ、それだけ何にね、重要なファクターだったんでしょう、とは思いますけど。まあ、そんなことございまして。で、結局、まあ、まあ、まずいよね、みたいな話になって、まあ、同居は失脚します。で、その天皇陛下も、まあ、お亡くなりになるんですけど、まあ、そのタイミングで同居も失脚しましたというので、そのまあ今もねちょっと皇室の問題があるじゃないですか、女系天皇どうのこうのみたいなね、っていうのがまあ昔にこういう風なね事件があったので、まあどこの馬の骨ともわからんやつと結婚されてしまうと困るよねみたいな話があって、割と慎重論ねになっている。まあ時代によってっていうのもあるんですけど、まあここはねいろんな意見があるところでいいと思います。ただね、その一応この何千年も続いてる家系ではあるので、まあそこはね維持してまあやってってもらいたいなとはまあ僕は思いますけどね。せっかく日本にしかないものでもあるので、この天皇ね一族っていうのはね、まあそんなことがここのね、神社にはございました。で、割と最近ですね、宮司さんがね、まあ、もう一悶着ありまして、後継ぎ問題でね、まあ、それも結局片付いたのかどうかはわかんない。まあ、一応裁判ではね、まあ、いろいろとごたごたあったみたいなんですけど、まあ、この話はね、まあ、ウィキペディアとか見てもらえればなとは思います。あんまね、ここで話してもしょうがないんでね、結構これを解説してるYouTuber さんとかも多分いると思うので、興味があれば、まあ、調べてみてくださいというところで、まあ、僕の感覚としては、この宇佐神宮っていうのは、そういうちょっと世情にね、世の中にちょっと、まあ、汚れたというか、まあ、我々に近いところのね、まあ、神社さんなのかな、というのが私の印象です。はい。まあね、写真見てわかる通り、ものすごくね、綺麗な場所ではあるんですよ。清々しくて、いいところではあるんですけど、そういうね、ちょっと人の人間のその邪念が入りやすい、なあ、まあ、要は、みんなにそういうね、頼られるところなんでしょうね。まあ、この、豊後の国の一宮でもありますし、まあ、昔から続く神社でもありますし、そのね、八幡様のね、総本社ということもありますので、まあ、ものすごく力はあるんですけど、その分ね、こういう内紛というか、人間同士の争いが、よくよく起きるところなんだなっていうのが、まあ、そういう残念なところですね。で、ちなみに私ここで2008年に初めて行きました。で、この時にね、なんて言ったかっていうと、出雲大社の
式年遷宮が60年に1回行われるんですね。で、この60年に1回の式年遷宮が起きる5年前に、このオカリアですね、その遷宮するためには一時的に仮の、家に神様を引っ越ししないといけませんので、そのオカリアに行くために、その本殿をね、公開してくれるんですよ。天井にものすごくね、龍が描かれた素晴らしい本殿があるんですけど、それがね、公開されてた時期でございまして、そこの時に、ちょっと一日ぐらい余裕があるから、まあ行ってみようかなっていうので、寄ったのが、この、宇佐神宮でした。まあ、今までね、この辺りはよく行ってたんですけど、宇佐神宮は行ったことなくてね、こんな綺麗なところだったのかって言って、これが初めて行った時で、まあ非常に良い感じでしたね。まあこの後僕、夜の宇佐神宮とかもね、まあ何回か行ってたりもするんですけど、そのためにね、やっぱ違う見え方がするので、非常に面白いところでございました。で、ちょうど行った時にね、池にハスの花が咲いてましてね、そのハスの花の写真も、まあ、こんな感じでね、撮ってきております。まあ、綺麗ですね、ハスの花ってね。まあ、枯れたらね、ちょっと、だいぶ、ね、みすぼらしいなものになっちゃうんですけど。うん。いや、こんな感じでね、宇佐というものはなかなかね、面白いところだなと。まあ人がねやっぱ昔からいるだけあっていろんな事件にねまあ巻き込まれちゃうのもまあ無辺なのかなというところが私のね印象でございました。はい。またねちょっと余裕があればこのね九州あたりも行きたいんですけどね、もうちょっと時間をとって国東半島をねあんまり一斉見たことがないのでね、結構見てるとね面白い建物建築物がねちょいちょいありそうなんですよね。まあ、今度はね行った時はそこら辺も交えながらねお話をさせていただきたいなと思っております。では今日はね宇佐神宮のお話をさせていただきました。それでは。はい、いかがだったでしょうか。今日のね宇佐神宮については、やっぱねいろんな事件の舞台になってるところではありますので、まあ、そこら辺の話をね重点的にさせていただきました。道教ですね。道の鏡と書いて道教です。まあ日本ではね日本のそのラスプーチンみたいなことは言われておりますけど、まあ坊さんのくせにね勢力満点なまあ いけつかない坊主でございますけどね、まあそんな感じでね坊さんというのはもう今も昔もって言ったら失礼ですね、昔もまあ今もですよね結局はね本業にね専念していただきたいな。彼らの本業は何ですかと。悟りを開くことですよね。人を救うことでしょうか。いろいろとあると思いますけどね、精進していただきたいなというところで今日の更新を終わります。それでは。